皆さんこんにちは合同会社 LBJ のハンガイです本日はですね、まあ、前回から引き続きですけれどもチームコーチングについてお伝えしていきたいと思いますこれまでの流れでまずチームコーチングとは、まあ、ということでチームコーチングとは何ぞやというお話をしてきましたでチームコーチってじゃあ何するのそしてその関わりによってメンバーは何をするのというお話は、まあ、第2弾でしたわけですね で、前回はチームコーチングの効果ということで、まあ一般的に見込める効果としてどういうものがあるのかということを皆さんにお伝えしました。で、今日は、じゃあそのチームコーチングの流れってどういう流れでやっていくんですかということと、その流れの中で具体的に何をするのかというお話をしていければなと思っています。というわけで今日はチームコーチングの全体像、そしてもうなんせこのチームコーチングというのは初回ですね。初回チーム作り。 この枠組みを作るところが、まあなんせ肝になってくるところですので、まあそのところをお伝えして、そしてじゃあ、その始まってからそのプロセス、2回目、3回目っていうふうには何をしていくのというところは、また別の動画でお伝えできればなと思っております。というわけで、こちらですね、チームコーチングの流れですけれども、大きく分けると3段階があります。 でまずチームビルディングですねセットアップのところこちらはチームを作っていくプロセスになるわけですチームを立てていくで、まあ、集団は個人の集まりなわけですけれども集まっただけではチームにならないですやっぱりチームには理由が必要なわけですねというわけで私たちのチームは何のために集まっているのかであったりとか より大きな組織あるいはまあ会社単位で言えば世の中に対してという話になってくるんですけれどもこのチームこの組織は何を担っていくのかどういう役割を担っていくのか何が責任なのかということを明らかにしていくことが必要ですそしてまずセットアップですね続いてこのビッテンミーティングということですけれどもこのですね 大きな流れで言うとチーム作りがあってここでさまざまなプランをしていくことになりますじゃあそのセットアップしたものがうまくいっているのかどうかという中間の確認が必要であると、まあ、軌道修正のようなことが必要になってくるよねという話ですなのでその自分たちでこのプロセスを見直したりとかあるいは自分たちが向かっている方向性って合っているのかなっていうことを確認していくためのお時間が必要であるとっていうのがピットインミーティングです そして最後ですね、コンプリートミーティング。この集まったチームというのは必ず終わりを迎えます。もう永遠に続いていくチームっていうのはないわけですね。なので、しっかりと解散というものを、まあ、区切りをしっかりつけて、そして次に進んでいくというのが最後のコンプリートミーティングということになります。というわけで、この流れの中で具体的に何をしていくのかという話になるわけですけれども、まあこれ、 一般的な形です、えー、まあもっと前提に戻りますけれどもチームコーチングっていうのは正しい形がないわけですね。研修みたいにカリキュラムがこうやって決まっていてそしてそれに従ってそれに沿ってやっていきますよという話ではありません。あくまでもコーチングなので選手個人で言えば選手ですけれどもそのチームが望んでいるその方向性に向かって今何をする必要があるのかっていうのはそのチーム そのものによっても違うし、チームの状況によっても違ったりするわけです。なので、今のこのチームに対しては何が必要なのかなっていうことを考えながらやっていくんですが、この大きな3つの流れというのは基本的な流れとなっていきます。さあ、というわけで、まずチームビルディングですね。今日はここに関して主にお伝えしていくことになりますが、チームビルディング何をするかというと、 このチームはやっぱり何どういうチームなのかという定義をしっかりとしていくチーム成り立ての頃で結束がものすごく強まっていることっていうのはないわけですねなのでまずはこのチームは何のためのチームなのかということを明確にしていく時間が必要ですでやることは方向性の一致、まあ、よくミッションビジョンバリューズなんていうふうに言ったりしますけれどもまずミッションというのはこのチームの使命ですあるいは任務ですね 何を担うチームなのかということをメンバー全員が知っている状態明確になっている状態というものを作りますその任務のために自分の力を使うんだなということがまあ明らかになるわけですね。こここここでででままずののの方向性の一とということがが、まあ、つの要素すすねこれが固まるわけですそしてビジョンというのは何かというとそのミッションを担い続けていった結果やり続けていった結果私たちはどういう状態を作り出すのかという未来の まあビジョンですから映像ですね未来の映像望む状態あ,あ自分たちはこのことのためにやってるんだこの状態を作り出すためにやってるんだなあ,あというその方向性まさに方向性の話ですでこれがビジョンですねそして価値観、まあ、ミッションビジョンバリューズのバリューズの部分なんですけれども価値観というのは何かというと、うん、この組織としてチームとして 共通して大事にし続けるものは何なのかあということを定義するものですやっぱり個人っていうのは人それぞれいろんな価値観を持っていますからまあそれが独自性あるいは個性の発揮というものにつながってくるわけですけれどもそれぞれがそれぞれの価値観を持ちながら進んでいくとまあチームとしてはバラバラになってしまう可能性があるわけですねなのでまあいろんな個性持ってていいんだけれどもでもこのチームにいる限り これは共通して大事にしようよ。あといったものが、このチームとしての価値観ですね。こういったことを合わせて、そして進んでいくと。これでまずチームの枠組みであったりとか、あるいは、この、チーム自体の定義というものがなされていくわけです。まあ、かっているようで分かっていないことですね。これをカチッとさせて進んでいく。まずはこれが第一歩です。そして、 重要なことは目標そしてその戦略ですねやっぱりチーム私たちはどこに向かっているのかっていうのはビジョンビジョンっていうのはどちらかというと抽象的で映像なのでこのワクワクする状態ですじゃあそれが実現しているよねっていうふうに表せるものとしてやっぱり目標があるわけですここではビジョンと目標っていうのは割とこう一緒のものとして使っていることも、まあ、いっぱいあるんですけれどもでそれはそれです ここでは違う使い方をしますよという話ですね。ビジョンというのは抽象的でワクワクする。そして映像化できるものであり。目標というのは具体的なものです。いつまでに何をどのくらいやるのか。あこの数値化されたものっていうのが目標ですね。目標を達成し続けていった結果、ああ、こういうビジョンが手に入るよなっていうふうに想像できるものです。なので非常に具体的。そして場合によってはそこに向かっていくので、まあ、数字が伴うことが多いですから、う、まあ、っとくるというか。 ちょっと頑張んなきゃなみたいな、そういう状態になっていくものが目標であるということですね。えー、っとですね、そして戦略。じゃあその目標を達成していくための戦略としてどういうものを取るのかということを一致させていく時間です。こういったこと、目標であったりとか戦略っていうのはやっぱり人それぞれ違ったりするわけです。これ、例えばスポーツのチームで例えると分かりやすいんじゃないかなと思うんですけれども、野球のチームがあったとしましょうか。 そして、甲子園目指したいんですっていうチームと、いやもうとにかく健康のために楽しみたいよねというチームと、いやとにかくあの地域のあのチームを倒したいんだよねというチームと、まあそれぞれいろんな状態があるわけですけれども、 目標によってあるいは取る戦略によって練習の方法も違いますしそして選手一人一人の意識も当然変わってくるわけですね甲子園を目指すチームっていうのはもうとにかく一生懸命ハードワークしながらですね練習をしていく必要があるわけですあ自分たちは甲子園を目指すんだっていう,うその意気込みで蛇の練習を積み重ねていく必要があるわけですね一方健康のためにとか楽しむっていうことであればあそのハードワークとかあっていう話には なならないわけです健康を維持するための適切なボリュームのですね練習をしたりとか時になんかこうレクリエーション的なものも入れながらチーム運営をするっていうことがあるわけですね。これはスポーーツのチームに限らないです例えば吹奏楽のチームだって全国大会で金賞コンクール金賞取るんだっていうチームの,その練習のやり方戦略の取り方といやもうとにかく、うん、吹けるようになってで 自分なりに楽しんでやれればいいんだよね、えー、というそういう集まりでは取り組み方が違ってくるわけですねなのでこのチームとしては何を目指すのかそしてどそこに向かってどういう戦略を取るのかあということを、まあ、定めていくというのもこの初回のチームビルディングで非常に重要なポイントになってくるところですさあそしてですねうん まあ、合わせてその向かう先があるということは現状の確認もしなければなりません。コーチングって必ずこの目的地,地個人のコーチングであればその個人が望んでいる目的地というものを明確にしますしチームであればチームとしてじゃあ目指すところってどこなのっていうことを明確にするわけですね。で一方で目的地が明確であったとしても現在地をしっかり把握していないと ここからどういうプロセスをたどればいいのかっていうのが分からなくなってしまうということです。これ地図アプリもそうですよね。目的地だけ分かっていて現在地を示してくれないんだとしたら地図アプリとしては全く機能しないわけです。なのでこのチームとしてしっかりとこうその目的地に効率よくそして最短でたど、えー、り着くためには現在地をしっかり把握する必要があるというわけです。やっぱり集団ですから そそののれれぞれの立場でであっっっったたりりやててていいるるる仕事によって見えている現状も違ったりすすわけですなのでチームとして現状今どういうことがあるのかうまくいっていることもあればそうではないこともあるとそれをあのいいとか悪いとかその人を責めるとか責めないとか褒めるとかそういう話はちょっと脇に置いといて今組織としての現状はどこにあるのかうまくいっていることうまくいってないこともうありのまま事実も全てですねまずは受け取ってそしてじゃあここから何ができると。 未来に目を向けていくと、まあ、このための現状確認というものをしていきます。さあ、そして現状を明らかにした上で、これでこの今いる位置と目的地が分かりますから、じゃあそこに向けて何したらいいのっていう話に改めてなるわけですね、えー。具体的なことです。誰がいつまでに何をするのかという具体的なツール、この方向、自分たちの目標を達成していくための トゥードゥを明らかそしてじゃあそれがうまくいってるのかいってないのかってことを日常的に確認するのはどういうふうにやっていくのかということで全員がそのやることに関心を向けてそして目標に向かって進んでいくと、まあ、スポーツの世界で言えば試合なわけですよね。でもビジネスマンの試合っていうのはもう日常が試合なわけです。なのでこのので、ここ日常をどういうふういいいに勝っていくのかということを この具体的にお互いにプランをしていくという話です。で、どうしてもですね、この、なすり付き合いになったりするわけですね。お前やれよみたいな。でも、チームコーチングにおいては、この自分たちのチームってな、何なのかということをこう明確にしていくプロセスを通じて、この組織の、うん、まあ主体性というか、組織が自分のものなのだ。自分事なんだっていう意識がかなり高まっていきますから。 あじゃあ,あ,あそれは自分が引き受けるという意識がですねもうこの、うん、一番最初のセッションが終わる頃にはああ生まれているということですね。あ,あ今までと何か変わりそうな気がするなとかああそれなら自発的に試してみたいなとかああそういうことがまあ生まれていきます。さあそしてですねチームビルディングな、まあ、なかかかか時間かかるんですよああ正直言ってじゃあこれあの初回2時間でやりましょうって言っても無理ですはっきり言って。 このチームの形それを対話しつつちゃんとセットアップしていくためにはまあおすすめ推奨しているのは2日間ですね私たちは何に向かっているのかっていうことをちゃんと腹落ちさせていったりとか特にこちらの現状ですね今私たちが抱えていることっていうのは何なのかっていうのをまあ日常的にシェアしていることもあるかもしれないですけど割とこう語られてないことが多いですからなのでそれを定義していく。 そして何よりもチームなので勝利ですね勝利の定義私たちにとっての勝ちウィンっていうのは何なのかということをちゃんとこう、まあ、そこにくさびを打つのに、まあ、割と時間がかかっていきます。というわけでこの「まあ、できれば2日間」というものをしっかり使いながらチームをカチッとさせてですねそして日常的に取り組んでいく、まあ、土台を作っていくと、まあ、そのための時間です。 そして初回この大体1か月後ということになるわけですがピットインミーティング自分たちのチームっていうのはうまくいっているのかいないのかということを確認して修正しながらそのチームの勝利まあ勝利っていうのは大抵期限がありますから目標というのはなのでそこに向かって修正をかけていくピットインミーティングとそして最後に振り返りをするコンプリートミーティングというものがあると。 ピットインミーティングは、まあ、ここを全体的に見ると1回のように見えますけれどもその目標取り組む目標の大きさであったり期限に応じてこのピットインミーティングの回数は増えていきます例えば3か月でやりますっていった場合はこれが1か月目ですね2か月目3か月目といった感じになりますしその取り組む目標が半年後なのであればピットインミーティング4回とかいう話にもなってきますというわけでそのチーム の状況に応じて、そこら辺はカスタマイズしていきますよということを最後にお伝えして、本日の内容はこれにて終了してまいりますえ。今日は全体像と、そして初回何をするのかということをお伝えしてきました。次回はですね、このビットインミーティングとコンプリートミーティングに関して少し具体的にお伝えしていければなと思います。では本日もどうもありがとうございました。